栗林公園、立林公園は、香川県高松市に所在し、国の特別名称に指定された、海遊式大名庭園、日本庭園である。県立の都市公園、歴史公園として運営されている。紫雲山の登録に所在し、紫雲山を背景に、六つの池と十三の月山を、廃止、四百年近い歴史を有する、大名庭園である。 優れたじわりと石組みを有し、墨石の画種に富んでいるとされている。面積は約75ヘクタールで、文化財庭園では国内最大の広さである。文化財庭園としてのカエ辻、約千本の手入れ松などに加え、都市公園としての梅桜ハ勝負萩などが創出する四季折々の景観は一歩一景とされている。本園は、 南庭と北庭で構成される。南庭は江戸時代初期の大名庭園の姿を今日に伝える。北庭は日の木御殿が立ちかむ場であったが、大正時代初期に近代庭園のスタイルを取り入れた宮内省の市川幸を設計で、改修の後一部を改変して今日に至る。本園の前身の栗林総は、 高松藩主の松平家11代の国元の下屋敷として228年間使用された。1745年、延響2年第5代藩主、内ス氏が名所60系を宣明し、策定が完成したとされる。名所60系は南帝に46系と北帝に4系の50系が現存する。南帝の小札の石組は、 室町時代の策定とされている。江戸時代初期に、佐野帰国を治めた伊駒市の文献町で、栗林の故障が確認できる。大名庭園としての本格的な整備は、伊駒市の開激後の高松藩書大藩主の松平頼重の入部以降とされている。第三代藩主、大豊は、御殿や茶屋などを充実させた。第五代藩主、大安氏は役園を設けると、 策定に努めた。平賀県内は、初代役園住として2年間務める。第二代藩主、雷津根は、泉の池の春節を行い、近辺数家村の灌漑用水に使用した。園内には3種類の気象庁の標本機がある。北外林の梅、佐野木民芸館前の桜、染井吉の風岩の楓である。高松地方気象台の開花、満開、紅葉の宣言は、 これらの標本記に基づく。江戸時代の1600年代初め、生駒市の家臣であった佐藤道益の居宅の策定が本円の始まりとされている。この頃の河東川は、紫雲山を挟んで、東西二筋の流れであったが、生駒市の隕石の東道市、津藩州の元から派遣された西島八兵衛の治水工事で、東側の流れがせき止められ、 西側の流れ一本に改変された。川の跡地は豊富な副流水を持つ広い土地になり、庭園となる条件が整った。この時代に、生駒市の家臣の屋敷地から、後の庭園につながる整備がされたとされている。生駒市は、海域により出羽国百合郡に屋島へ移くとなる。1642年、寛永19年5月、初めて入国した高松藩書大藩主の、 松平頼重は、7月に、栗林の地を訪れ、見分する。頼重は、隠居にあたって、栗林層に御殿を建て居住する。第二代藩主、雷常は、基金対策の救済事業として、被害に遭った人々を、栗林層の策定に雇い、庭園を拡張した。この頃、南庭、北庭を備えた庭園となる。第三代藩主、雷豊は、 在国寺は巨所を高松城から栗林層にするほど愛好し、邸内の整備を一層進めた。第五代藩主、ライア安氏も役員を設ける当策邸に力を入れ、1745年、延教2年に名所60系を宣明した。栗林層の完成を区切るとすれば、現在に通じる景観が形成された、よりしげ着任後、約100年のこの時代である。 その後、高松藩松平家の国元の下屋敷として、幕末まで経営された。明治維新を経た後、1871年、明治4年廃藩地県により、栗林僧の敷地は、監修された。その後、県に払い下げられ、大名の専有であった栗林僧は1875年、明治8年3月、栗林公園として開園され、一般に開放された。 しかし、香川県は合併、分離を繰り返し、手入れが行き届かず各種の問題が発生した時代があった。1899年、明治32年香川県博物館、商工奨励館が開館し、図書閲覧書が同館内に併設された。1903年、明治36年の皇太子、後の大正天皇行刑も、園内整備の契機となる。 1913年、大正2年に完成した北庭の改修は、運動場や遊戯場と複数の観覧施設を新設し、博物館の周囲も近代庭園に整備された。1930年、昭和5年に動物園が開園、同8年に動物園にプールが併設された。太平洋戦争後の1949年、昭和24年に高松美術館、 1965年、昭和40年に、佐野木民芸館が開館した。その後、運動場と遊戯場は撤去して整備され、美術館後に鴨場、鴨引き掘りを、復元、動物園とプール跡に駐車場、栗林庵、か川物山間、便益施設等が新設された。大名庭園である三戸の快楽園、金沢の兼六園、岡山の後楽園は、 日本三名園として名高い。しかし1910年、明治43年に、文部省が発行した、高等小学徳本巻一の第六課、公園の末文には、我が、画国、似て風知の美をもって世に聞き、得たる派、水戸の快楽園、金沢の県六園、岡山の高楽園にして、これを、日本の三公園と称す。されども高松の栗林公園派木石の画種。 客室的日の参考園に幽霊里と記述され、栗林公園の牧石の庭の美しさは日本三名園より優れているという。園内には総数五十六か七十三種、約三万二千四百本の樹木が生育している。内訳は夏季の通り。本園は花の名所でもあり、多くの花木、草花が春夏秋冬に開花、紅葉する。 内訳は、下記の通り。かつては、そのの東側、中央通り沿いに、栗林公園動物園があった。前身は1907年に開園した、県営の小動物園である。その後、世界恐慌による、経営難により、香川松太郎二条とされ、1930年、昭和5年1月1日に、市営の栗林公園動物園として開園した。 1951年昭和26年に財団法人に変更。翌1952年昭和27年に博物館登録。来園者が入れる人間の理や怠け者の飼育で知られていた。1974年昭和49年にパナマからの白を迎え国内初となる飼育を開始。1982年 昭和57年に来園したの、梨は1985年、昭和60年の初出産を皮切りに、計11頭の子供を出産し、世界最高記録保持者となった。白は閉園後も高松市内の住宅で飼われており、国内長寿記録を更新中である、2011年、現在。開園時間は、日の出から日没まで、長らく市民の憩いの場として親しまれ、 1970年頃には入場者数約50万人を数えていた。しかしその後は利用者減で経営と飼育環境が悪化。このため2002年、平成14年9月末で休園となり、その後も動物の飼育と事実上の公開は続けられたが、香川県に土地を返還するため2004年、平成16年3月末で完全に閉鎖され、 名実ともに74年の歴史に幕を下ろした。跡地は再整備され、2006年、平成18年10月1日に駐車場が開業した。公園内には6つの池があるが、このうち南湖では、江戸時代に船遊びが行われていたことにちなんで、2012年、平成24年7月5日より観光用に和船、千秋丸が就航している。 入園料とは別に乗船が必要。2015年7月4日までの3年間で5万3千人を超える利用客があった。2017年5月1日より1隻が寄贈されて2隻での運行となった。2009年版のミシュラン観光ガイドにわざわざ訪れる価値のある場所として最高評価の3つ星に選定された。また2012年に 出版のアメリカの庭園専門誌、ジャーナル・オブ・ジャパニー・ガーデニングの2011年日本庭園ランキングでは、足立美術館、葛羅離宮に続く3位を獲得した。栗林公園の英語表記は、立林パークであったが、外国人観光客の増加に伴い、実態と合っていないとの指摘が多くなり、2009年、平成21年4月、立林ガーデンに改められた。 子供向けパンフレットを作成のため、イメージキャラクターのデザインと相性が公募され、松の葉などをあしらった元気な女の子のりんちゃんが選定された。2012年、栗林公園ワクワク探検隊が刊行され、2016年に英語版も刊行された。公園内の北帝と南帝には桜が植えられており、春には一体が花見の名所となっている。 秋にも、園内の木々に加えて借景である、死雲山の紅葉が美しく、栗林公園ではこれら2期の季節イベントが堪能、切る。どちらとも日中に加えて夜間にも入園ができ、その際は桜や紅葉した木々がライトアップされる。このライトアップは、桜が2002年、平成14年から、紅葉が2001年、平成13年から行われているもので、その幻想的な 美しさから人気が高く、2016年、平成28年の紅葉ライトアップでは、期間中10日間の入園者が過去最多の2万1370人に達した。年間を通し無休で開園されている。1月1日の元日と3月16日の公園開園記念日は無料である。開園、閉園時間は夜明けと日没に合わせて設定されており、4月から9月は、 早朝5時30分、12月から2月は7時に開園する。主要な場所からの所要時間は下記の通り、市街地にあるため訪れやすい。県営の駐車場は東門駐車場と北門前駐車場の2カ所である。公園の周辺には複数の民営駐車場がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。